1973年の太陽ホエールズでは、1973年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、青田昇が1年だけ監督を務めたシーズンである。前年優勝を目指して、攻撃陣の大補強を行い、野村治をロッテに出して、江藤新一を交換で獲得し、また、アメリカからジョン・シピンとクリート・ボイヤーを入団させて、 優勝候補にのし上がるも5位に終わった反省から、この年青田監督が就任。新ユニフォームは1964年から使用の黒と赤ベースのデザインを廃止して、1960年初、優勝時のオレンジと黒をベースにしたデザインに変更。新ユニフォームの成果もあったのか5月までは、巨人の低迷もあり、同じくユニフォームをカラフルに一新した広島と主を、 争いなど好調だった。しかし6月に入ると7勝15敗と負け越して、首位争いから脱落するとそれ以降は、B クラスに低迷し、平松正治、山下律夫、坂井勝次らの投手陣も、打線の援護なく、負ける試合が目立った。8月以降は盛り返したもののチームは、優勝争いに絡めなかったヤクルトにも抜かれて、結局2年連続の5位で終了し、 巨人の9連覇を許した。投手陣は平松がチームトップの17勝、山下が2位の13勝を挙げたほか、野球留学から復帰の高橋茂之、2年目の竹内、広明も2桁近くの勝ち星を挙げて、チーム防御率は再開ながら3.30で検討。打撃陣は松原誠、江藤新一、シピンなどの活躍で、 チーム本塁打は125本でリーグ2位となり、チーム打率も243のリーグ2位と検討。結局青田監督はわずか1年で辞任し、日本テレビの野球解説者に戻った。阪神やロッテで活躍し、このシーズンだけ対応に所属していた300勝投手の小山正明がこのシーズン限りで引退した。ありがとうございます。